こちらは湯野天然温泉ゆきちろうでございます。名古屋の清洲市にあります。大戸屋や麺屋花火など一日中楽しめるスーパー銭湯となってますね、ゆきちろう。外観も綺麗で庭があり、風景を楽しめる絶品なお、スーパー銭湯でございますね。日曜日の21時に行きましたが、結構人いましたね。湯船で奉納の炭酸など8人ぐらいで満席でしたね。こちらが CM でございます。話題沸騰の CM らしいですね。あまり僕はふーんっていうハテナマークがついたんですけど、これが話題の CM だそうです。こちらの特化しているところは、結論から言うと岩盤浴なんですけど、屋外にテントが張り巡らされており、プライベート空間のテントで岩盤浴が楽しめるようになっています。プラスロウリュも水が置いてあり、自分でかけてロウリュを楽しめるようなところが特化しているところかなと思いますね。なのでカップルとか誰にも邪魔されず、一つのテントで岩盤浴を楽しめる。普通岩盤浴だと十何人とか8人とかそういう室内になってるんですけど、ここはテントがあり、自分の仲間だけで入れる、しかも老流が楽しめるテントですね。炭酸泉もありましたね。炭酸泉って体にいいんですよね。入ってから2日間ぐらいは体がポカポカして効果を楽しめる感じですね。しかも炭酸泉はドイツ発祥で、健康にいい、療養治療にもいいというふうにされている銭湯ですね。免疫力アップすること間違いなし。僕も銭湯通いしだしてから肌のツヤが良くなりましたね。肌を触られたんですけど、肌ツヤが最近良くなったねってよく言われます。銭湯の広さ自体はどこも変わらないんですけど、銭湯の湯船は結構小さめかなと思いますね。正方形で8人ぐらいが入れる感じでございます。お値段も1500円という感じで、岩盤浴と湯船料土日は1500円、合わせ1500円で、岐阜よりかは高いですけど、名古屋では100円ぐらい安い感じですね。岩盤浴は、良い香りがして、すごい心身ともともリラックスできるシステム仕組みとなってますね。お風呂も36度のお風呂もあり、結構長く疲れる感じですね。岩盤浴も81度、62度、59度といろんな温度ですね。岩盤浴にしては80何度は高いかもしれませんが、それもなかなかありかなというふうに思ってます。銭湯のサウナは90度、高温サウナですね。こちらはいいお店だと思いますね。スーパー銭湯は全部いいですね。そこで自分がどうチョイスするか、私の動画を見て参考にして、ぜひご来店ください。ではバイチャー。